噌汁笑顔。はいどうも、味噌汁笑顔マウンテンのりょうです。今回はね、ヤマトミツの3をこの前の北アルプス重曹でちょっと汚れたので、ここに汗とかいっぱいかいたんで、ちょっと洗っていきたいと思います。用意するものはこちらになります。これを使って今からお風呂の残り湯を使いながら洗って干していきたいと思います。